オシロスコープで波形を見る。鉄道模型パワーユニットコントローラー。ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、Amazon でですね、オシロスコープの安いやつをですね見つけまして、これ3800円ぐらいで売ってたんで買っちゃいました。で、今までね、鉄道模型の電気を送った時にどんな波形になるんだろうってすごいね気になってたんですよね。で、まずね、このオシロスコープをゲットできたんで、ちょっとね波形を見てみたいと思います。で、このね波形を見るのにね、最初 VDIV っていうところで電圧のね調整をします。縦方向がね電圧で、一マスが、まあ、0.5V になってますね今ね。で、最終的にはねこれ 12V までしか出ないパワーユニットなんで、まあ一マス 2V にするのがちょうどいいですね。で、電圧ができたら今度 SECDIV って書いてある方を調整していきます。で、これはね今度横方向の、軸の調整です。一マスは1秒ぐらい、まああとでね 0.5 秒にするんですけど、まあ1秒とか 0.5 秒ぐらいがねちょうど綺麗に波形が出る秒になってます。一マスね、一マスが1秒ね。はい、こんな感じで調整をしていきます。波形がね上と下に出てるのは、真ん中の左側の矢印のところが基準の 0V なんですね。で、電車は右に走ったり左に走ったりするんで、その時にねプラス方向に電圧がかかったり、マイナス方向にね、マイナス方向っていうのかな、まあそんな風に電圧が電池の向きを変えるイメージですね。だから、上の方に波形が出たり下の方に波形が出たりするんですね。遅れて表示されるのはトリガーの設定です。じゃあ調整がね終わったところで、早速トミックスの、もうこれ30年前ぐらいのものなんですけど、これはねちょっと私は中古で買ってきました。1000円で売ってたんでね、まあこのぐらいの値段ならいいかなと思って、まあ昔使ってたやつはどっか行っちゃってよくわかんないですね。はい、まあ懐かしいですね、この緑のパワーユニットね。これで私ちっちゃい時はこう遊んでましたね。で、波形が早速見えました。あ、結構こんな風に見えるんですね。電圧がねこうやって綺麗に上に行ったり下に行ったりねできますね。でも本当にねトミックスのパワーユニットをちょっとダイヤル回しただけでこんだけ電圧が動くんですね。だから突然パーッと走り始めちゃうんですよね。はい、だからいっぱい回したりすると、まあ結構早いんですけど、まあゆっくり走らせるのがちょっと難しいですよね、このパワーユニットはね。はい、こんな感じで波形が見れました。こう、おーすごい、波形が見れてすげえ、すげえすげえ。波形の見方なんですけど、一マスが 2V なんですよ。縦の方向ね、上とか下の方に動くのが 2V だから、だいたい 2V から 4V、5V ぐらい出て動いてますね。それでまたパワーユニットのダイヤル戻すと 0V に戻るっていう風に動いてます。はい、次はね秋月電子の N ゲージ鉄道模型往復走行基板キットのね電圧を見てみたいと思います。これはねなんか運転開始ボタンを押すと 1V 常にかかってますね。で、走らせてみます。そうするとね、しばらくすると波形が見えます。で、一マスが 2V なんで 2V、4V ぐらいまで行って、で、またダイヤル戻すんで、0V に近いところまで行きます。まあ 1V なんですけど、なんだか知らないけど、このまあなんだこの基板キットはなんか 1V 常にかかってるみたいですね。また左に走らせたんでね、また電圧がかかって 2V、4V、5V ぐらいかかって、でダイヤルを戻したんでまたね、0V に戻ると。でもまあ 1V 常にかかってるんで 1V に戻るっていう感じで動いてますね。で、結構ギザギザが少ないんでね、ノイズがかなり乗ってないですね。かなり綺麗な波形が出てますね。これはすごいゆっくり走らせるのにすごいいいコントローラーですね。はい、波形がね少し遅れて表示されるのはトリガーのタイミングが少し後ろにずれてるからなんですね。じゃあ今度ねまた元に戻してみるときに2個山ができるかどうかを確認してみましょう。1回止めて
また走らせて止めてってやると2個山ができるはずですね。で、はい、こんな感じでね、2ボルト、4ボルト、5ボルトぐらいまで行って止まって、また2ボルト、4ボルトで止まってっていう風に、2個山ができましたね。ちゃんと、オシロスコープが動いてるようですね。こんな感じで、動くんでね、すごくいいですね。で、さっき、停止ボタンを押したんで、やっぱり停止ボタンを押すとね、0ボルトに戻るみたいですね。これはなんだろうな、多分 CDS のセンサーを動かすためなのかな。はい、次はね、久しぶりの登場ですね。自作パワーユニットのラズベリーパイで作った、トランジスタのね、モータードライバーですね。で、これはどうなんでしょうね。もうなんか使い方忘れちゃって、右と左の、ボリュームが何だったのか忘れちゃいました。これはどうでしょうね。これ結構ね、ガタガタ動いてたんでと思って波形を見たら、やっぱりガタ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 ってすごいですね。やっぱり PWM コントローラーなんで、波形が12V 出たり、終わったり出たり終わったりを繰り返す波形になるはずだと思ったら、案の定繰り返す波形になってましたね。で、実際多分これオシロスコープの方がサンプリングしてるんで、サンプリングをするとこんな風に 12V 部分が見えちゃってますね。ってことは、PWM の周期が多分ちょっと遅くて、サンプリングした時に取れちゃってるんですね、 12V の方がね。で、もう少し周波数をじわじわと上げてみて、どうなるかですね。少しギザギザが減りましたよね。もうちょっとあれかな、周期を早めた方がいいのかもしれないですね。でも波が結構今まで以上に荒いんで、はい、厳しいですね。なんとか直したいですね。はい、やっぱりね、秋月電子のね、 N ゲージ鉄道模型往復走行基板キットっていうのが、やっぱり電圧の波形がすごい綺麗だったんでね、これをもう一度ね、確認してみたいと思います。まあ結構滑らかに動きますよね。この時の波形がそろそろ出るはずなんですね。ほら、やっぱり綺麗に波形が出てますよね。それに波のギザギザも少ないし、安定して動いてますね。これは素晴らしいコントローラーですね。なんでこんなに綺麗に波形が出るのかは、もしかしたらスイッチングレギュレーターのあれですかね、安定化電源にしてるから綺麗な波形が出るんでしょうかね。多分電子工作のすごい得意な方のコメントをお待ちしております。で、これ結構綺麗に波形が出ましたね。うん、これで結構楽しいですよね。このコントローラーでね、動かすとね、鉄道模型めっちゃ楽しいですね。これは良かった。はい、右の方にね、走らせてみました。やっぱりこれで 2V、4V、4V ちょっと、5V と 4V の間ぐらいまで行って、それでまたね、ダイヤルを、元にね、戻したんでね、1V に戻ったっていう風になってますね。またね、走らせました。で、これは次山を2回作るやつですね。で、山がちゃんと 1V から始まって 2V、4V、5V で、また元の 1V に戻って 2V、4V で、また元の 1V に戻るっていう風にね、綺麗に波形が取れました。で、ストップを押すと 0V にね、戻るっていう動きをするわけですね。これは綺麗に波形が取れて、このオシロスコープ買ってよかったと思います。はい、これでね、3つのね、コントローラーの波形が見れました。よかったですよね。はい、ということでね、185系の踊り子号を走らせてみたいと思います。出発進行。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。